アンドラの国旗本校ではアンドラの歴史について述べる。アンドラの公式国名はアンドラ公国であり、またアンドラ渓谷公国とも呼ばれる。アンドラはヨーロッパ南西部のイベリア半島ピレネーサンムヤク東部にあるミニ国家で内陸国であり、スペインとフランスに隣接している。アンドラ国内で発見された遺跡から紀元前1万年頃には、 定住が行われていたことが推測されている。新石器時代の紀元前6640年頃マドリウ渓谷への移住が行われた。この時期の住民は、穀物農業や畜牧業を行い、セグルやオクシタニアの住民と貿易した。その他の遺跡には、セグベットの墓とフェイシャ出るものがあり、いずれも、紀元前4900年から紀元前4300年のコツツボボチ文化を、 示している。元は小さな集落だったが、青銅器時代には規模が大きくなり、アンドラ国中にある古代のサンクチュアリからは、鉄器、古代の硬貨、聖骨箱などが発見されている。中でもカニー領教区のロックデレブルークセスが、この時期のサンクチュアリとして最も重要とされており、このサンクチュアリから、葬式の儀式、古代の文字や壁画について知ることができる。 紀元前7世紀から紀元前2世紀までのマドリュー渓谷の住民は、イベリア人の文化からの影響を受けているため、アンドラの地名に、アクイタニア語、バスク語、イベリア語の影響が伺える。アンドシンスに関する記述は、紀元前2世紀の歴史家、ポリビオスの著作、歴史に見られる。歴史におけるポエニ戦争の記述では、カルタゴ軍がピレネー山脈を越える際、アンドラの谷に、 先住民が居住しており、彼らをアンドシンスと呼んだとされた。カルタゴの滅亡以降は古代ローマ領ヒスパニアに組み入れられ、西ローマ帝国が衰退した後は、西ゴート王国の支配下に置かれた。西ゴート王国の統治期には、キリスト教がアンドラで広まった。守護聖人の名前を付けられたアンドラの六教区。803年、フランク王国のシャルルマーニュが、 ピレネー山脈中に置いたスペイン偏京領の一つ、ウルヘル白領を起源とする。アンドラはシャルル・マーニュが設立した偏京領のうち最後まで存続した唯一の国である。1三3 3年、ウルヘル白は、ウルヘル司教にアンドラの総資権を譲り渡した。1096年、司教はカボー家にアンドラの防衛を委ねる代わりに代償としてアンドラの一部、 カボーダニの統治権を与えた。カボー家の権利はカステルボウシ者区との婚姻によって移動し、1208年にはホアハク家によって掌握された。ホアハク家はアンドラ全体の統治権を狙い、司教と争うようになった。事態の解決のため、1278年に両者を対等の共同統治者とする総主契約が結ばれた。 アンドラの国境は1278年に定められた。以降、現代に至るまで変わっていない。1419年には最初の議会が設置されている。フォア博のガストン4世は、ナバラ女王のレオノールと婚姻し、以降フォア博くらいとアンドラの統治権に加えて、ナバラ王を継承するようになった。フォアハクの地位は女系を経て、ブルボン家に渡り、 1589年にアンリ・四世がナバラ王権フランス王となったことでフランス国王がアンドラの創始権を受け継ぐことになった。そしてアンリ・四世が1607年にフランス王とウルヘル司教を共同対抗とする直令を出したことでアンドラは広告となった。1278年の創始契約以降はフランスとスペインの間で相互監視が働き、また アンドラの重要性が低かったために国間の紛争はほとんど起こらなかった。フランス革命が発生して1793年にルイ16世が処刑されるとフランス側の共同対抗は存在しなくなった。アンドラ側は革命政権を承認せずフランス第一共和制政府もアンドラとの関係を断った。1794年スペインとの間で ピレネー戦争を戦っていた共和制政府はこの機にアンドラを併合しようともくろんだ。この時アンドラの代表がフランス軍の司令官のもとに赴き侵攻を断念するよう説得している。1806年フランス皇帝に即位したナポレオン・ボナパルトとの間で両国関係は修復され再びフランスの元首が共同対抗につくことになった。しかしフランスは 半島戦争中の1812年の1813年にアンドラを含むカタルーニャ地方を併合した。カタルーニャ地方は4県に分割され、内アンドラはセグル県に組み込まれた。1814年、国王直令によりアンドラは独立を回復した。スペイン内戦の時期には中立を守り、フランス軍が中屯している。第二次世界大戦では中立を守ったものの、 スペイン軍が駐留している。また、スペインとビシー政権の密輸ルートとして利用されている。1944年にはドイツ軍の部隊が領内に侵入しているが、1945年に退去するまで戦闘行為は発生しなかった。一説では1958年ドイツと講和したとある。第一次世界大戦の講和条約である。 ベルサイユ条約で忘れ去られたため、法的には、戦争状態が継続していたことが講和の理由である。なお、ドイツと講和した時期は1950年代で、あるという説から、1939年や1943年など、複数ある上に、それらを裏付ける証拠は、今のところ見つかっていない。歴史家、ペレカ・ベロの調査では、アンドラがドイツに宣戦布告し、 第一次世界大戦に参戦したという公的記録はアンドラドイツ両国に存在していないことが判明しており第一次世界大戦当時を生きていたアンドラ国民に話を聞いても誰一人としてアンドラは第一次大戦に参戦していたと答えた者はいなかったらしいそのため第一次世界大戦に参戦しドイツと戦争状態だったとされていたこと自体が そもそも間違いだった可能性がある。1990年に欧州評議会が、アンドラが欧州連合に加入したければ、その住民と労働者の権利を保障する憲法を採用すべきという趣旨の勧告を出すと、アンドラは1993年に議会民主主義制を採用する憲法を可決した。これにより、ウルヘル司教とフランス大統領を 共同原子とすることが決定された。以降、1993年に国際連合に、1994年に欧州評議会に加入した。ありがとうございます。